はいどうもこんにちは、岩下スティーブンです。さあやってまいりました、ブラウンボックス総動仮面ライダーリバイスバイ5フィーチャリング総動仮面ライダーセイバー。リバイス単体ではなくてセイバーと合同のやつが来ました。早速こちらペリペリと、はい、お店の状態、今回もしっかり14箱パンパンに詰まっております。というわけで軽くラインナップ、まず1と2の箱で仮面ライダーリヴァイバリッドレックスゲノム、3と4の箱でリヴァイのコングゲノム、5と6の箱でリヴァイのブラキオゲノムで、7と8で初登場仮面ライダージャンヌ。今回の段は多分ジャンヌ難民が出てるんじゃないかな。さあそしてこの辺がセイバー勢、9と10の箱で仮面ライダーエスパーダアラビアーナナイト、11と12の箱で仮面ライダーファルシオンアメイジングセイレーン。実はまだ V シネ見れてないんだよな。で最後13、14がオプションセット、ラブコフ登場スケボーを乗りこなせ。ここでようやく一応バイスの姿が出てきましたね。というわけでラインナップ以上なんで、こちら完成したものを見ていきましょう。はい、というわけで2カメ対戦になったことで手元も映すことができるようになりました。そんなシール貼りライブを見てくれた方々ありがとうございました。というわけでまずはこちら仮面ライダーリヴァイバリッドレックスゲノム、通常のリヴァイからの強化フォームですね。青と紫がメインカラーになってだいぶ寒色系ですね。そんなわけでまずお顔の方が結構まあレックスゲノムに近いというか、バリッドレックスなんで恐竜要素は残っていますね。相変わらず鋭いピンクの複眼、そして角っぽいのが生えていてピンクのグラデーショントーン、細かい丸ドットでグラデーションが表現されています。ここら辺がシールで、さらにクラッシャーのところここもシールになっています。ギザ場ではあるんだけど通常レックスと違ってそんなにトゲトゲしさはないね。でぐるっと後頭部はまあ色は変わったけどデザインはそんなに変わっていない。そしてボディ部分はメタリックブルーの塗装がすごい綺麗、マークの方はシールで再現されていてレックスの横顔で、肩アーマーの方が横方向にだいぶシャキーンと伸びていて、さすがにここら辺は塗装での再現難しいからシールになっています。同じく腕の方にもヒレのような装甲がついていて、ここら辺もグラデーションが入ってる影響で塗装ではない。でぐるっと後ろ姿は大体紫、背中の方になんかブースターっぽいものがついていますね。腰の方にもなんかブースターっぽいような構造があるスカート的なやつ、スカート部分はまあまあ飛び出てるね。で腰にはベルトを巻いていてバリッドレックスバイスタンプ、全面的にシールは貼ってあるんだけど、こう圧着することによって下の造形がちゃんと出てきます。で腰の真ん中のところがシールになっていて、この両サイドのブルーのところが塗装、わずかな部分だけど少しでも塗装してくれるのはありがたい。で腿の方にはこれまたちょっととんがった感じのアーマーがついていて、基本はメタリックブルーの塗装がされてるんだけど途中からこれグラデーションが入ってるからね、ピンクグラデーションのシールが貼ってあります。しょうがない部分であるけど割と境目ははっきりわかりますね。腕もそうだったんだけど、ちゃんと下のところにはこのドット状のモールドというか造形が入っています。指でギューッと押し付けるとなんとなく下の造形が出てくる。今回のオプションパーツで入ってくるあのバリッドレックスの盾の方でやったんだけど、人によってはなんだろう、集合体恐怖症的な感じになっちゃうのかな。僕もあの手のものはあんまり好きではないけど、まあこれは大丈夫な方だ。そしてすねんところにも装甲がついていて、ここんところはドットがないんでちゃんと全部塗装で、靴のデザインはまあまあシンプル、内側にあった親指の膨らみがなくなっていますね。そして付属品に関しては特に武器がついてこなくて、このパーの手だけ、まあ一応今回のオプションパーツセットの中で握り拳だったりバイスに持たせる用のシールドなんかもついていますけどね、バリッドレックス単体だとこの手だけ。さあ続いてはこちらの仮面ライダーリヴァイコングゲノム、個人的に結構好きなゴリラモチーフ、ゴリラと仮面ライダーフォーゼが混じった姿、フォーゼのロケットのようなこのとんがり頭とゴリラらしさがすごいマッチしてる。相変わらずこのデザインの組み合わせがすごい秀逸。おでこと口元のこのメタリックパープルのところが塗装になっていて、ブルーのアンテナだったりオレンジの複眼、あとゴリラの目と眉間のあたりが多分鼻かな、複眼プラスゴリラの顔だったり、あと横にちょっと出てる耳のようなところがシールになっています。でボディ部分、首だったりメタリックブルーの装甲周りにところがシール、体に入ってるラインの方もだいぶフォーゼっぽくなってて、左胸にはコングのマーク、ここのとんがってる紫のラインのところだったり、肩周りのここのラインのところがシールになっています。肩周りはこのボディのパーツをつけてから貼るタイプで、肩アーマーだったり二の腕の方は標準のままで、肘から下のところがまあまあごっついゴリラハンド、ゴリラの太さとフォーゼで言ったらモジュールがつくところ、これまた腕のパーツの膨らみなんかが存分に活かされていますね。腕はこの真ん中のところで前後分割になってるんだけど、後ろの方にもシールが回ってんのがありがたいね。でさらにこの腕の装備の方は後ろに穴も開いてるんで、腕から完全に外して、で外したやつで組み合わせて、ここの穴を台座に接続することで、なぜかゴリラ系のフォームでは定番になってるロケットパンチができます。でぐるっと後ろ姿、背中にはフォーゼらしい、まあ多分ブースターっぽいものがついてるんだけど、コングゲノムは珍しくこの腰の方にもパーツがついてるんですよ。そう、この上下のパーツでゴリラの顔になっています。元のフォーゼの背中の
の装備まあさすがにこんなにごっつくないけど、装備を生かしてゴリラの顔を作ってるっていうのがなんかいいね。でお腹には変身ベルトでコングバイスタンプと王院の模様で、下半身は特に変化なし。そしてコングゲノム付属品はこのパーの手と、あとはこのスタンプが傾いた状態のベルト。バイスタンプの方は特に立体造形が入っていなくてシールがめちゃくちゃ入っていました。こん中の好きなやつを貼ってねってことなんだろうけど、僕はもうとりあえず一番安牌であろうレックスを貼っておきました。さあお次はこちら、仮面ライダーリヴァイブラキオゲノム。これはブラキオサウルスザウルスと仮面ライダージオウが合わさった姿。顔の方はジオウらしく時計の長身と短身で、複眼の方はまあさすがにカタカナでライダーとは書かれていないけど、名残でこの左右と真ん中の3分割になっています。おでこの真ん中のところが黒くなってるんだけど、多分ここが鼻の穴かな。で頭がちょっぴりとんがっています。とんがりの縁のところがシールで、あと複眼シールで時計の針だったり顎周り、あとおでこのここのところが塗装。ここ塗装されてんのになぜかここに貼る用のシールが入ってましたね。で横から見るとなんとなくブラキオが口を開けています。でボディ部分がめちゃくちゃジオウ、中心部分にがっつり時計のバンドも入ってるし、胸部のところにシールで紫のラインで、左胸にはブラキオのマーク。相変わらずここのメタリックブルーの塗装がすごい綺麗で、肩アーマーの方もかなりジオウに近い。ちなみに肩アーマーのラインの方はシールで、腕の方にはバンドっぽいものを巻いていて、ライドウォッチホルダーではなくて多分ブラキオの顔かな。おそらくリミックスしたら顔になるところ、目の部分には赤いシールで、さらにこの腕に入っている横ラインのブルーの方はシールになってるんだけど、これは生放送をやりながら的確にアドバイスをいただいていたんですけど、バンドのシールってのがこうぐるっと一周回る形になってないんですよ。だからある程度調節しないとシールの隙間が目立っちゃうんで、装備で隠れるギリギリのところに貼ることでなんとか位置を調節しました。ほどほどに順番が大事なところで、ぐるっと後ろ姿、背中もまあまあジオウ。これ見忘れていたけど後頭部の方もちゃんと時計のバンドになってますね。バンドがつながって背中のところに留め具っぽいもので、腰にはベルトを巻いていてブラキオスタンプと王院の模様で、下半身にも時計のバンドが伸びてるんだけど、なげ地面にくっつくスレスレまで伸びています。長さだけで言ったらオーマジオウ、オーマフォームに全然勝ってますね。ここのところもサイドまでちゃんとがっつり塗装されてんのがすごいよな。バンドが長いくらいで足回りは共通。さあそしてブラキオゲノム付属品がこちら、王院バスターのガンモード。普通のバスターと違ってここの先端部分が取れています。でなおかつまあここのところは確かシールが選択式だったけど、横のところにスタンプのマークで、外したスタンプを持ってるて、このスタンプもまあまあでっかいな。側面だったりスタンプの模様の方もちゃんとシールがついています。可動域を生かして王院のポーズなんかも取れます。さあお次はこちら、騒動に初めてやってきた仮面ライダージャンヌ。妹さんの五十嵐さくらが変身してる女性ライダーってことなんで、リヴァイと比べるとまあまあ小柄。ジャンヌはメインカラーブルーの中にオレンジが入ってるっていう、両方とも暖色と寒色の組み合わせになってますね。さあそんなわけでお顔の方だけど、複眼がなかなかの釣り目具合。変身者のさくらもまあまあ釣り目っぽい感じだから、その辺が踏襲されてんのかな。メタリックブルーの複眼の方はラインでこう繋がっています。で顔の周りがオレンジに塗装されていて、クラッシャーのあたりに黒いラインが入っています。こうコブラが逆さまになってる状態。顎の線が目で、複眼のところがこの背中の模様みたいな。うまいこと顔の中にコブラが収まってますね。で耳の横がブルーになっていて、おでこのあたりが艶消しブラック。艶消しのこの質感の違いがまたいいな。横顔の方もなかなか美しいね。で頭頂部が少しとんがっていて、後ろからはポニーテールのようなものが垂れています。ここら辺はポニーテールかつコブラの尻尾だろうね。まっすぐ垂れ下がるんじゃなくてちょっとなびいてる感じ。ちなみにここのところには軸可動があります。さあそしてボディ部分、コブラマークだったりここのグレーのラインのところがシール。中心部分にドット状のモールドがたくさん入っていたんで、立体感を出す作業がなかなか大変だったね。でお腹からこれは尻尾かな、尻尾のようなオレンジのラインが伸びていて肩につながっています。肩アーマーはこう上から覆いかぶさる感じではなくて、なんだろう、外側に巻きついてる感じ。いわゆるあのファッションでいうところの肩を出してる状態のオフショルみたいな、オフショルダー的な形状になってるんですかね。で腕の方がだいぶシンプルで、手首がオレンジで、ぐるっと後ろ姿、背中の方もだいぶシンプルで、なんとなくここのところがコブラっぽいね。でさらに珍しくここの下の青いところ、ここのところが確か上下2枚に分かれてるシールになってましたね。背中にもまあまあシールがある。あとさらにここの首の青いところ、首のところにも細かいシールを貼っています。そして腰には変身ベルトのリベラドライバーとコブラバイスタンプ。
ちゃんとコブラの模様も押印されてますね。ベルトが腰のど真ん中じゃないっていうのもしっかり再現されてますね。でオレンジのベルト帯にホルダーなんかもしっかりあります。で腰部分真ん中とここのオレンジのラインのところがシールになってます。ももの方にもラインが入っていて後ろまで続いてる。ジャンヌはまあまあ後ろまでカバーしてくれますね。まあ付け根に関してここの黒いところ含めてシールだけど、で下半身のここの青いところが一通りなんだろう、布製のブーツっぽくなってるんだけど、さすがに想像でその辺の布感は再現できないからしょうがないわ。あーでもちゃんとここの膝あたりにシワ造形入ってますね。これフィギュア厚になるとしたらどうなっちゃうんだろうな。でオレンジのラインの方がぐるぐるっと続いていてつま先まで伸びています。靴の方が大体シールで形状で言ったらだいぶヒールが高くなってますね。バンドっぽいものがあるからなんだろう、ヒール型のサンダルで、付属品は両手入ってるパーの手だけ。さあこっからセイバー勢、仮面ライダー、エスパーダ、アラビアーナ、ナイト。エスパーダまあシール貼るの大変でしたね。一部ちゃんと塗装もあるんだけど黒じゃないところは大体シール。さあそんなわけでお顔の方だけどだいぶトゲトゲしいね。エスパーダ特有のこのリング状につながってる複眼だったり、頭から出てるソードクラウンは健在。触眼なんで先は丸くなってるけど本来はもっととんがってるはず。頭のここんところもなんかすごい電撃っぽいね。電撃っぽいところとかソードクラウンのシルバーは塗装になってるんだけど、複眼だったりおでことクラッシャーあたりのネイビーがシール。比較的顔の方は塗装されてる方で、ボディの方だけどデザインがなかなかのプリミティブドラゴン。色とかデザインでだいぶ印象は変わってるけど、右肩の方がしっかりドラゴンの顔っぽくなってるし、ボディにはこうガシッと掴むドラゴンの手のようなもの。ここら辺の襟からかけて1本2本目のところまでは塗装になっていて、下の方はこういう白い模様とか入ってるからかな、一番下の方は一通りシールになってます。で左肩の方も一通りシールになっていて、全体的にこうアラビアンな建物だったり、空にはキラキラ光ってる星かな、アラビアンな夜景っていう感じのデザインになってますね。ボディ以降塗装されてるところはとりあえずないんで、黒じゃない色がついてるところは全部シール。貼るの大変だったけどこれでまあまあ説明省けるぞ。腕がゴールドでアラビアンな感じの白い模様で、腕の内側の方もメタリックなネイビーになっていて、腕にもこういう星みたいな模様入ってますからね。多分こういう模様が入っていなくて単色だったらこんな感じで塗装しやすかったんだろうけど、模様が入ると触眼では再現難しいからね。デザイン上シールが多めになっちゃうのは仕方ないかなって感じはしますね。でぐるっと後ろの方はなかなか真っ黒、背中の方も中心部分が骨っぽくなっていてまあまあプリミティブで、お腹には変身ベルトのソードライバーを巻いていて、アラビアーナナイトワンダーレッドブックが装填されています。もちろんここもシールにはなってるんだけど、造形がまあ細かいね。造形的にもここにいるのがエスパーダだってのがわかるし、この辺りとかあなんかランプっぽいのがあるかなみたいな、細かいながら造形がすごいしっかりしています。で下半身の方もゴールドとネイビー。ここら辺はもともと骨っぽいところだったけど、色分けによって骨っぽさは全然なくなっていますね。足の方もここだいぶ立体的で貼るの難しかったな。で右腰の方に金のラインが入ったローブ、若干プリミティブがちらつくけど普通にかっこいいです。さあそして付属品でパーの手とエンブレムが新しくなった聖剣、これをつけることで月光雷鳴剣イカズチになるらしいです。ボディのデザインとかアラビアーナナイトっていうなんかすごい夜っぽい感じ、全体的にだいぶ遅めの時間帯になっています。さあそして最後はこちら、今回シール貼るの一番大変だった仮面ライダーファルシオンアメイジングセイレーン。エスパーダと同じでボディがもう大体真っ黒になっていて、顔の一部以外もう全部シール。枚数が多めっていうのもあるんだけど、何が一番難しいかっていうとシールの貼る位置。基本的にシールを貼るときは大体まあモールドだったり、縁の部分がここだからまあこの辺に合わせればいいかなっていう貼るべき場所が分かりやすくはなってるんだけど、アメイジングセイレーンに関してはもともとのファルシオンのあのエターナルフェニックス、エタフェニーのボディがそのまま使われてるんで、モールド的にもなんというか合わせようがないっていう部分がいくつかあるんですよ。いやーなんというか参っちゃうね。複眼がシルバーでメタリックブルーのグラデーションが入っています。ソードクラウンにはオレンジのライン、唯一顔面のホワイトのところが一通り塗装になっています。でボディ部分がホワイトの中に黒い模様、まあここら辺も塗装では難しいような模様が結構入ってるからね、しょうがないっちゃしょうがないんだけど。ちなみにセイレーンっていうのはギリシャ神話に登場する海の怪物らしくて、海の怪物っていうことでなんかこう波っぽいというか水しぶきが上がったようなデザインになってるのかね。ちなみにここのボディのシール、一応僕の合わせ方としては、僕が目印にしたのはここの隙間、ちょっと黒く欠けてるところ、ここのところはあのシールが及んでいなくてあの下地なんですけど、隙間がこういう形になるようにこの内側の方で合わせて、ここのところで段差がついていて一回シールを曲げる必要があるんで、曲げるところとここの頂点が重なるようになるんで、説明が難しいけどここら辺の折り込むところがちょうどいい位置に貼りました。で肩アーマーが
左右非対称にはなってるんだけど、ここら辺はシールの端が分かりやすかったから、まあ難易度は低めで、腕周りもここら辺の二の腕のカーブになってるところがなんとなく合わさるし、肘から下はどうだっけな、ここのちょっとへこんでるところを目印にしたかな、それかここの上の縁のところで、手首の方はここの黒い輪っこのところが正面に来るように。ちなみにぐるっと後ろ姿の方はまあそんなにシールは及んでないかな。でお腹には変身ベルトの派遣ブレードライバーで、アメイジングセイレンのブックが装填されています。ブックの柄だったりライダー文字の方も相変わらず細かい。で下半身はここのもものところもなかなか厄介だったね。これに関しては生放送でいいアドバイスをもらいました。合わせるポイントは後ろの方、膝裏のここのへこんでるところ、ここはへこみに合わせた黒いところも一部シールになってるんで、さらに今これラインの方はつながってるけど、ここのところが端っこなんで、へこんでるところの形にぴったり合わせて、で逆の端のところがここにつながると、そういう合わせ方をするといいらしい。で膝の方はここの上の三角だったり縁部分だったり、まあこの辺は普通に合わせられますね。で膝から下のふくらはぎのところはまあ大体この上のところ、ここで合わせればなんとなく合うかな。で足首もこの黒いところが正面に来るように。で足の方はこれが1枚のシールになってるんだけど、これもまあ大体ここら辺のこの字型のところに合わせればいいですね。で左腰には羽のようなローブがついていて、ここら辺はまあどっちかって言ったら貼る以前の方に注意があって、台紙から剥がす時にちぎらないように気をつけた方がいい。そして付属品はパーの手と剣は変わらず無名剣虚無、シンプルな付属品となっております。さあそして最後にオプションセット、だいぶたくさん入ってるんですけど、今回の動画なんかすごい長くなっていそうなんで、まあまあ駆け足でいこう。まずはみんな大好きラブコフ、コブラモチーフなんだけどなんかすごいゆるキャラっぽい。青いボディに体の真ん中のグレーのところが塗装で、あと顔の横だったり手首のオレンジの方も塗装になっています。それ以外の頭だったり蛇の目、耳の横のステッチに本来の目、真ん中に垂れ下がってるおそらくコブラのベロ、腰に巻いてるウエストポーチ、まあまあ塗装はされていますね。で腕の方がボールロールジョイントになってるんで結構グリングリン稼働してくれます。さらに胴体もロールの稼働、なかなかいけずなのか、このラブコフを完成させようと思ったらよいしょ、上半身が13の箱、下半身が14の箱、それぞれ別々に入ってるんで2つの箱を揃えないとこの1体にならないんですよね。まあ少しでも売るための戦略だからしょうがないけど、続いてこれがジャンヌというかラブコフのクジャクゲノム。ジャンヌはゲノムチェンジすると本人ではなくてラブコフの方が変化します。なのでちゃんとここのところにラブコフの目もついています。でさらにリベラドライバーの方にもクジャクバイスタンプが装填はされてるんですけど、本来クジャクバイスタンプはオレンジのはずなんだけどなぜかブルーになっています。さらにここのベルトのマークの方がコブラのまんま、2箇所ほど本来と違う形になっちゃってます。あとはバリッドレックスとジャンヌ用の握り拳、武器を持つ用の穴が開いていないんで純粋にパンチができます。お次はバイスに持たせる用のバリッドシールド、バリッドレックスに変身した時になんか卵の殻が飛び散るんですけど、飛び散った殻をくっつけて作ったのがこれ、守ってよし投げてよしのキャプテンアメリカ的な感じかな。一応立体感出しの作業はしてあります。苦手な人もいるだろうからあんまりアップにはしない。そして今回唯一入ってる仮面ライダーバイス、本来は人型だったんだけど、バイスがダサい嫌だみたいなこと言ったせいで、狩崎さんの仕返しみたいなもんだろうね。人型ではなくてスケボーの板になっちゃいました。一応ジャッカルとエグゼイドが組み合わさったような姿も書いてあるし、下の方にはジャッカルのマークもあります。でひっくり返すと本来予定されていたジャッカルゲノム、だいぶかっこいい感じのイラストになっています。一応裏表の位置としてはこう横にひっくり返すんではなくて、この状態から板を持ち上げて縦方向に回転、縦回転で正しい位置に来るようにシールを貼ります。これでリヴァイのジャッカルゲノムを乗っければ一応これでリミックス変身扱いらしいね。ちなみに残念ながら特に殺走行はありません。でこれでキックをすればかっこいい方の柄が見える。そしてオプションセット最後はこちら、カマキリゲノムのリミックス変身用のパーツ。意外とそんなに数は多くないね。これらを使ってリヴァイスカマキリに変身。まずはリヴァイの頭部を外して肘を両方曲げ、下の方逆手持ちの感じでこの鎌を持たせる。逆手持ちの鎌を装備して軽く膝を曲げたポーズで準備完了。でバイスは手首を外して、さらに腕についてる青いパーツもよいしょ両方外して、で手首にこの爪っぽいパーツをつける。腕のパーツが展開してこれになったみたいな、多分そういう感じで、両足も外して黒いアタッチメントパーツを接続で、ぐるっと後ろでこの腰のローブの方を一旦腰から外して、でひっくり返して付け直す。で尻尾も外し、腰のところに専用のアタッチメントをつけて、で尻尾を上向きに接続。マフラーの位置がよくわからんな。とりあえずこれでバイスをひっくり返す。
繰り返して膝曲げて、でひっくり返してカマキリの頭を接続。これでカマキリの頭をリヴァイの胴体に接続で、いろいろ形を整えればカマキリにまあ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 見えるっちゃ見えるかな。頭でっかくて両手にはカマがあって、足の本数が足りてないけど、まあカマキリのお腹っぽくもなってるし、確かにまあカマキリの後ろ足ってこう後ろ方向に爪伸びてますからね。本数足りないけどその辺も再現されています。シンプルながら一応カマキリ。ちなみにカマキリの顔の方は一通りシールなんだけど、久々にめちゃくちゃ貼るのミスりましたね。この辺がえらいずれたししわ寄っちゃった。これからシールを貼るっていう人はこの辺に気をつけてください。公式 LINE もよろしくね。はい、というわけで今回は総動仮面ライダーリバイス by 5フィーチャリング仮面ライダーセイバーの紹介でしたが、いかがだったでしょうか。とりあえずまあ今回の段を一言で言うとしたら多いね。物量だったり要素だったり、まあ見どころも多い。ラインナップの時点で強化フォーム、横軸フォーム、今回初めて来た仮面ライダージャンヌで、オプション扱いだけど明らかにキャラクターのラブコフ、さらにシールを貼るのがだいぶ大変だったセイバー勢、唯一入ってる姿が板だったバイス、加えてカマキリゲノのリミックス変身なんかもありましたから、やること多かった。プラスに考えればかなりボリューミーな感じでしたね。ちなみに次回の第6弾の方はまあまあまあ紹介の仕方によってはそんなに多くはないかな、わかんないけど、多分まあ今回と比べたらそこまで長尺にはならないと思います。多分また第6弾の方もシール貼りともどもよろしかったらご覧ください。というわけでここまでご視聴ありがとうございました。それではまた。